日本語能力試験上階 N1 一回目問題一一番男の人と女の人が今日の予定について話しています女の人はこの後何をしなければなりませんか部長 今日、本社から社長がお見えになる件なんですが。ああ、君にも連絡入ってると思うけど、社長との昼食会はキャンセルになったから。ええ、承知しております。で、営業会議の方は大丈夫かなはい、第二会議室で3時から2時間取ってあります。そう。いや、もう1時間余裕を見ておいてくれるかな。今日は会議が長引きそうだから。わかりました。 で、その後の新入社員の話を聞く会の方はどうなってるはい、全員に連絡済みです。この間の店に予約入れておきました。女の人は、この後、何をしなければなりませんか 2番 2> 女の人と男の人が電話で話をしています男の人はこれからどうしますかすみません電車を間違えちゃって今中野という駅のホームにいるんですがああ快速電車に乗られたんですねそうみたいです今から大久保駅まで引き返しますのでちょっと時間に遅れますが えーっとですね今うちの社の山田が車でお迎えに向かっておりまして中野でしたらその前を通るはずですのであそれならこの駅の改札を出たところでお待ちしましょうかそうですねあでもしばらくそのままでお待ちいただけますかすぐ山田に連絡を取りますので携帯の番号をおっしゃっていただけますかあはい090-1234-1234 五六七八です。じゃあすみませんがよろしくお願いします。男の人はこれからどうしますか？三番。先生が。 学生のレポートについて話しています。学生はこれからどうしますか先生、レポートは読んでいただけたでしょうかああ、君のは最低質だな。ああ、私の文章、主観的でわかりにくいってよく言われるんです。まあ実はまだ全部読んではいないんだけど、ちょっと長すぎるって気もするし、文章もわかりにくいけど、 それよりもまず引用した文献には正確に著者と署名と出版社それに本が出た年も書かないとダメだよあれじゃどこから引用したのかよくわからないよねすみません一応全部調べてはあるんですがそうだったらそれをちゃんと書いて提出すること内容についてはそれからだなわかりました 学生はこれからどうしますか ?4 番会社で男の人と女の人が話しています。女の人は高橋さんが来たらどうすればいいですかじゃあ会議室に行ってきます。 2時間ぐらいで戻ってくると思うけどあの3時に誠建設の高橋さんが見えることになっていますがあそうか忘れてたうーん3時じゃ会議終わらないなああ高橋さんとことの契約はもう社長の決済ももらってあったんだよねあはいあとは高橋さんがいらしたら契約書にサインをいただくだけですそう じゃあ見えたらね電話入れてよ会議室によろしいんですかうんちょっと抜けてくるからサインもらうだけでしょはい女の人は高橋さんが来たらどうすればいいですか5番 男の学生と女の学生が話しています。女の学生はこれからどうしますか吉田くん、バトミントン部の部費もらいに来たわよ。はい、3000円。ええー、ないよ、そんな大金。何言ってんのよ。あのケチの栗山先輩も払ったのよ、さっき。へえ、でも俺今1万円札1枚しかないんだけど、お釣りあるのあら、大変。 今はないわね、お釣り。じゃあ、また今度ってことで。ダメダメ。じゃあ、私が建て替えとくから、明日、私に返して。あれそういえば、俺、昨日栗山先輩に3000円貸したんだ。あのさ、じゃあこうしようよ。先輩が払った分を俺のにしといてよ。先輩は俺に3000円返さなきゃなんないんだから。ダメダメ。そんなのややこしくなるからダメよ。じゃあね、明日返してよ。 女の学生はこれからどうしますか。問題二。一番。女の人と男の人が話しています。佐藤さんはどうして来ないのですか。 あれ佐藤君はどうしたの一緒じゃないのそれがね。喧嘩でもしたのそれとも勉強で忙しいとか。いや、それはないよ。宿題が溜まってるとは言ってたけど、それで友達との約束をすっぽかすようなやつじゃないでしょ。そりゃそうだけど。実は昨日、佐藤の彼女と3人でお酒を飲みに行ったんだけどね。うん。 僕がトイレから戻ると、二人の仲がおかしくなっていて。喧嘩したんだ。そう。だから、今日はどうしても仲直りしたいって彼女のとこへ。うーん。本当はお酒飲みすぎたんじゃないのいやいや、本当なんだって。あいつ今、他のことは何にも考えられないんだよ。佐藤さんは、 どうして来ないのですか二番男の人と女の人が話しています。女の人はどうしてハワイに行くことになったのですか どうしたのそんなにニコニコして。気味が悪いな。えへん私。ハワイに行くの。来春杉山さんと。へえ、金持ちはいいな。それがただなの、実は。あのね、杉山さんの友達で、大野さんって人がいるんだけど、この人がクイズでハワイ旅行に当たっちゃって、 そこまでは良かったんだけど、大野さん親戚の結婚式が何かと重なっちゃって、行けなくなっちゃったの。それで、そのお蜂が私、秋山に回ってきたって。まあ、そういうわけなのよ。吉田さんも行きたいでしょう。じゃあね、アロハー。女の人は、どうしてハワイに行くことになったのですか 3番女の人と男の人が話しています。男の人はどう感じていますか秋よね。なんだよ急に。怪しいな。お隣のシルちゃん、来月出産ですって。子犬が生まれたら、うちにくれないかな 何言ってんだよ今頃。だってかわいいじゃない。庭がないからかわいそうだし家が汚れるのが嫌だってあれほど言ってたくせに。なんだよ今更。一緒に公園を散歩したら運動にもなるしいいじゃない。言ってることが全然違うじゃん前と。女心と秋の空って昔の人は。 いいこと言うわね。ああ,あ,あもうこりゃダメだ男の人はどう感じていますか 四番。留守番電話のメッセージです。松田さんは本をどうしなければなりませんか。九月三日月曜日午後一時四十分のメッセージです。こんにちは。こちらは東町図書館です。 松田様がお借りになっている本のご返却は開館時間が過ぎましても返却ポストの方にお入れいただければそれで結構です開館時間は朝9時半から夜6時半までですなお館内一部改修工事のため今週の木曜日と金曜日は臨時休館日とさせていただきますので 休館中は返却ポストをご利用ください。それではよろしくお願いいたします。松田さんは本をどうしなければなりませんか 5番、女の人と男の人が話しています。女の人は部屋について何が不満だと言っていますかいい部屋見つかったこの前話してた部屋に決めたのうん、それがね、不動産屋で話を聞いたときは良かったんだけど、実際に見てみるといろいろと… 日当たりも良さそうだし、ペットも飼えるしって、喜んでたじゃない。うん、それは良かったんだけれど、話では最寄り駅まで徒歩10分だったのが、実際は20分近くかかるのよ。それって、よくあることなんだってね。うん、まあ、ありがちなことなんだけど、あと、私、服やカバンがたくさんあるから、それがね、全部ちゃんと収納できるかどうか心配。 いっそのことこれを機会にいろいろ処分しちゃえばええー、それはできないわよあの部屋水回りもそこそこだし新築だしいい物件なんだけどな女の人は部屋について何が不満だと言っていますか 6番。男の人が話しています。男の人が驚いたのは何についてですか？いやー、知りませんでした。まったく、これからは世界のあちこちで水が不足して、水のために戦争も起こりかねないということや、日本が食料の半分以上を輸入に頼っていることは知っていましたが。 この2つの間に関係があるとは知りませんでした。いや、昨日のテレビ番組で知ったんですがね、日本は世界一の水の輸入国だそうなんですよ。そうでしょ日本はこんなに水に恵まれているのにですよ。ただ、これは飲み水ではなくて、バーチャルウォーターといって目に見えない水のことで、1キロのトウモロコシ、1キロの牛肉を作るにも大量の水が必要になるので、食料というのは結局、 水なんですね。だからたくさんの食料を輸入することはたくさんの水を輸入することと同じになるわけですよ。日本は海外の水に依存して世界の水不足と直接つながっていたんですね。いやーそうだったんだーって認識を新たにしました。男のの人が驚いたのは 何についてですか問題三。一番大学の先生が話しています では、特別講義の内容について簡単に説明します。人間は社会的な動物だと言われますが、これは私たちが日頃の生活において多くの人と接し関係を持っているということです。この人間が相互に影響を与える現象、つまり私たち人間が引き起こす様々な社会的行動はどのようにして起こるのか、その メカニズムに迫ります具体的には流行やブームはなぜ起こるのかとか第一印象は何で決まるのかとか集団や組織におけるリーダーとはどんな人かそれから男女が恋に落ちる条件とはなどなど幅広い問題について考察していきますこの講義のテーマは何ですか 1, 1人間と動物の共通点 <S 2, 2 <S リーダーたちの共通点3人間の社会行動のメカニズム4恋愛のメカニズム 2番。2> 政治家が景気対策について話しています。えー、景気回復のためには、いろいろな対策が考えられますが、空港やダムを作るといった、いわゆる公共事業では、もはや効果が望めなくなっています。もちろん、必要な道路工事などの公共事業を、今すぐ中止しろ、とは言いませんが、 景気に新たな刺激を与えるとは私は思いません。それよりも、現在のような経済状況では、個人消費を刺激することの方が大事で、例えば、ハイブリッドや電気自動車のように、環境に優しい車の税金を減らしたことは、非常に効果的であったと思います。購入価格が安くなったことで、エコカーの売れ行きは伸びていますし、自動車産業も活気を取り戻しています。 男の人はどのような景気対策がいいと考えていますか ?1。1> 自動車産業を育てること。2>, 2。税金をなくすこと。3。個人消費を刺激すること。4。公共事業を増やすこと。 番女の人が話しています朝バナナダイエットっていうのを聞いたことがあると思いますが、これは朝食にバナナを食べて食後に水を飲むというものなんですが、効果がある、効果はないと賛否両論あるようです。朝バナナを食べるだけで痩せられるならそれに越したことはないのですが、ダイエットの効果は人それぞれのようです。 ただバナナそのものもに脂肪をを燃焼させせて体重を減らす作用はありませんですから太っている人が朝ごはんをバナナだけで済ませば体重は減るかもしれませんがそれがバナナのおかげかといえばそれは疑問だというしかありません女の人はどう考えていますか 「バナナはダイエットにとてもいい」2> 2「バナナはダイエットにかえってよくない」「バナナはダイエットにいいとは言えない」「朝バナナを食べるのは健康にいい」 4番。男の人が話しています。今日私がおすすめしたいのは、この一冊です。第一章では、南米の森に住むミミ猿ナガザルの話が出てくるんですが、この猿は耳が大きく、オスは発情期になると、この耳が赤くなるんです。オスは気に入ったメスに、自分の耳の赤さをアピールして近づきます。 第2章では鳥の例を紹介しています。北アフリカに住む黄色カンムリ鳥のオスは恋の季節になると巣を作り、その巣の周りを黄色い花で飾る習性があります。黄色い花をたくさん飾って巣を魅力的に見せメスを誘うわけですね。この本ではこのように様々な動物たちが異性を引きつけるために見せる 面白い修正を紹介していますこの本はどのようなことについて書かれた本ですか <S ?1 猿 <1 S 2> と鳥の修正2猿と鳥の魅力3動物の オスとメス。四。動物の求愛行動。五番。女の人が話しています。来年から。 全国の中学3年生を対象に、国語と数学の学力を調査する学力テストが行われることになり、今その実施方法や、そもそもテストを行うべきかどうかをめぐって、様々な議論が起こっています。学力差が全国規模で数字となって確認できるのはいいといった賛成意見もありますし、テストにかかる莫大な費用を学校設備の拡充に回すべきだといった、 反対意見もあります。私もそんなお金があれば学校の設備をもっと良くしてほしいとも思いますが、テストというものは生徒の学力ばかりでなく先生方の指導力も測ることができるという意味で実施を歓迎したいと思っています。女の人は学力テストについてどう考えていますか 賛成でも反対でもない。2> 2どちらかといえば賛成だ。どちらかといえば反対だ。全面的に賛成だ。 問題4 1番この仕事ぜひ私にやらせていただきたいんですが 1> 1じゃあ君に任せるかじゃあ僕がやらせてもらうよ3 僕もやりたくないな 2>, 2番「ハイキング楽しかったよ一緒に来ればよかったのに」1「ほんと一緒に来てよかったわ」2> 2 ほんと行かなくてよかったわだって風邪ひいちゃって3番心配してたんですよ事故にでもあったのかと思って1 どうぞお大事に。二。それはご心配ですね。三。どうも申し訳ありませんでした。四番。お会計はご一緒でよろしいですか。 一。別にいいです。二。<2 S 1> 別々にしてください。三。<3 S 1> ご一緒させてください。五番。あのチームが優勝するなんて。 誰が予想しただろうね。1, 1誰だかわからないわね。2, 2全く予想できないわね。3ほんと信じられないわね。 6番、まだ会社にいらっしゃったんですかお帰りにならないんですか 1>, ?1、仕事が片付かなくてね。2、仕事がなくてね。3、会社が遠くてね。 7番歌がお上手だとは聞いてましたが噂通りですねどういたしまして 2> 2それほどでもありませんよそんなもんですよ ８番。あのー、このボールペン、ちょっと拝借してもよろしいですか。一。ええ、かけますよ。二。ええ、どうぞどうぞ。三。ええ、わかりました。 番ああ引っ越しやっと終わりましたね。ほ本当にあっという間でしたね。ほ本当に大変でしたね。ほ本当に残念でしたね。 十番。ちょっとお尋ねしたいことがあるんですが。お時間頂戴できますか。一。ええ、聞いてみます。二。ええ、もらいました。三。ええ、なんでしょう。 11番。いやー、これを全部来週までにだなんて、できっこありませんよ。1。1> そこをなんとか来週までに。2>, 2。じゃあ、今週中にお願いします。3。じゃあ、全部お願いします。 問題5。1番。家族3人が娘のアルバイトについて話しています。ねえ、お母さん。私、アルバイトを始めたいんだ。いいでしょそうねまだ大学に入ったばかりなんだから、勉強の方、しっかりやった方がいいんじゃないの でも、友達はみんなやってるし、お金も必要だし。お金って、ちゃんとお小遣いあげてるでしょお父さんも言ってやってくださいよ。お父さんだって、学生時代アルバイトをやってたんでしょそうだな。でもお前は、授業料のために働くわけじゃないんだろうそりゃそうだけど、サークルって結構お金がかかるの。 その度にお母さんに出してもらうわけにはいかないでしょじゃあ、サークルをやめたらサークルなんて遊びでしょもう、これじゃ話にならないわ。まあまあまあ、二人とも喧嘩しないで。わかった、こうしよう。アルバイトはしないで、お父さんの仕事を手伝ってくれ。コンピューターで原稿を打つの。一枚千円でどうだ結構大変だぞ。 本当に原稿ってたくさんあるのうん月に560枚くらいにはなるよわかったじゃあそうするよかったわね花子それなら安心だわ大学の勉強も忘れないでよ <noise> 娘の花子さんはなぜアルバイトをしないことにしましたか 1, 1大学の勉強が忙しいから <S 2, 2 <S サークルが忙しいから3母親に反対されたから4父親の仕事を手伝うから 2>, 2番あるイベントの会場で司会者がグループ分けの説明をしていますえーお集まりの皆様では今から自分の性格をどう思うかによって ABCD4 つのグループに分かれていただきたいと思いますよろしいでしょうかまず A のグループこちらには 明るくて社交的なタイプの方それから B こちらは真面目で貴重面でとても責任感が強いというタイプの方次は C こちらは常にマイペースで自分のやり方を貫くタイプの方です最後に D ですがこちらはどちらかというと一人でいる方が楽で物を作るのが好きなタイプです よろししいでしょうかあちらの ABCD と書かれた場所に分かれてお入りくださいではどうぞお願いします僕はよく研究者タイプって言われるから D なのかなそうマイペースなだけなんじゃないそれに一人でいるとこなんて見たことないよそうかそう言われるとそうだなじゃああっちかそれより私どうしよう 全部当てはまっちゃうみたい。そうだね。明るくて、真面目で、自己中心的で、料理も作るし。料理は関係ないでしょそれに、自己中心的だなんて、あなたに言われたくないわよ。うーん。君って結構細かいからな。時間にもうるさいし。そっか。じゃあ、こっちにしよう。よかった。あなたと同じグループじゃなくて。 質問一：この男の人はどのグループですか？質問二：この女の人はどのグループですか？ you <sighs>